エアベトナムとは、かつて存在した南ベトナムの航空会社である。本拠地は、サイゴンであった。第一次インドシの戦争最中の1951年から、ベトナム戦争が終結する1975年まで運航されていた。タンソンニャット国際空港に中期中のエアベトナムの、シュドカラベル1951年に、バオ大帝により、同国のフラッグキャリアとして設立された。 初期には、南ベトナム国内線を運行するため、セスナ170のような小型機を使用していたが、ベトナム戦争の勃発に従い、増加する旅客需要を賄うためにビッカースバイカウントと、ダグラス DC-3 や DC-4 といった機体から、エールフランスとパンアメリカン航空から購入した、ボーイング727を運行するようになった。 コードシェア運行を行う傍ら、運行支援を行っていたエールフランスの主導、カラベルなどの中古機を多く導入したほか、カーチス C-46 のように、中華民国の中華航空からリースされ、中国人の運航の陸民によって運航されていた機体もあった。そのため、保有する航空機の塗装はハイブリッドなものとなるなどイレギュラーなものが多かった。また、 シンボルマークデザインは黄金のドラゴンであった。また、1960年代には日本航空とのコードシェア運航を行っていたほか、1970年代には日本にも東京の羽田空港と大阪の伊丹空港へ乗り入れていたほか、東南アジア各国の都市にも定期航空便が運航されていた。1973年のパリ協定後には塗装を一新し、 事業の拡大を目指したものの、その後の北ベトナム軍の停戦虫による南進により、国内線の縮小を余儀なくされた。1975年には、ダナン国際空港から脱出飛行を行ったほか、同年4月30日のイゴン観落直前には、可能な限りイゴン国際空港から市民を海外に脱出させる飛行を行ったが、南北ベトナム統一と共に消滅した。なお、 エアベトナムが使用していた IATA 航空会社コードの VN はベトナム航空が使用している。ありがとうございます。